はい、じゃあ今日で尻尾つなぎが45ですね。45日です。あと5日頑張ります。頑張ります。モグさんのエキシビションですね。星降る森の贈り物展開催中です。昨日から18日、昨日から始まりまして、次は明日、22日土曜日ですね。明日。ね、その次は21日、今週末土日ありますので、ぜひお越しください。土日やってます。はい、じゃあ行きます。ちょっと時間が、時間大事なんでね、やりますね。あ、そうだ。あ、今日天使がいます。ちょっと途中で、ちょっと天使もね、忙しいみたいでね、途中でなんか、どっか行くっていうか、ちょっと出る、席を外すみたいですね。でね、昨日ちょっと行きたかったんだけどね、行けなかったですね。じゃあちょっと今日は、ここを終えましょう。終えても次もバンバンやりましょう。ね、選手って言ってしまいます。選手がいるんでね、まずはちょっとこういろいろいつも喋ることの前にコメントを昨日いただいて今朝返信したんですけど、コメントいただきまして、まずはうさこさんですね。うさこさんありがとうございます。うさこさんはね、第3弾目を、昨日ちょっと第3弾目の話とかをね、何にしようかなみたいな話をしたんでね、それに対してリアクションいただきまして、楽しみにしてますっていうことと、あとうさこさんはなんか尻尾つなぎをね、一緒のタイミングで始め、まあ、一緒なのかな、一緒だったかな、一緒ぐらいの大体タイミングで始めて、もういち早く差し終わったんですよね。で、2枚目も刺すっていう話までは聞いてたんですけど、なんか2枚目はね、色を分けて刺すっていうね、ことをされるみたいです。これ尻尾をつなぎで色を分けるってどんな感じなのかなってちょっと思ってるんですけど、どうですか、ね、尻尾をつなぎで、なんか縁ごとにじゃないよね、これ。どう刺すんでしょうね。なんかそれもちょっと気になったんですよね。2色で刺すっていうのを、僕も2色でとか刺したことがないから、まだそこまでの域に達してないんですけど、なんかそういうこと書かれてました。なんか楽しみで、今刺してんのかな、なんかいい感じですみたいな、自分なりに楽しんでるっていうことでいただきましたね。うさこさん、第3弾目やります、やりますよ、もちろんね、やりますけど、こうどうしようかなっていうところで止まってるんでね、ですね。うさこさんありがとうございます。とは次いただいたのは佐藤さんですね。佐藤さん応援してくださるね。佐藤さんありがとうございます。佐藤さんは刺し子のハンカチをする、なんか自分でやっぱ図案を描かれるみたいで、で、まあ、電子もなんかちらっとそういう話してたんですけど、難しいですって書いてもやっぱ図案描くのが難しいみたいですね。そうなんだなと思って、僕も図案描いたことないから分かんないんですけど、ただまあこのなんかハンカチのことだと思うんですけど、こう刺してると、まあ、この布巾よりは早く終わるから、そのそういうこことだね。う、うん、り、あの、早く終わるから、こう、ペース的にこう、楽しいんじゃないですかね。まあ、店主の言うどんどん次が刺せるみたいなことなのかなと思って、すぐ終わるからいいんですよ、みたいなことは書かれてましたね。だから、まあそういう店主もこう、まあさっきちょっと寝とったんですけどね、飽きてくるんですかね、やっぱりこう、慣れてくるとね。で、そういうこう、だから次を刺すとか、まあ楽しみを自分なりの楽しみ方がやっぱあるでしょ、店主もね。刺し子の楽しみ方。なんでしょう。どうぞ。天使もこれ次が刺したいって、なんか、まあ同時に何個かやるのがいい気がする。天使ね、天使、だから天使の楽しみ方はそういう楽しみ方じゃないですか。だから佐藤さんも多分そういう感じで、次刺せるのが楽しいっていう、すぐ終わるのが楽しいっていう感じなのかな。ちょっとガチャガチャ言ってますね。ちょっと佐藤さん、そういうことかな。違ってたら教えてください。まあでもこう、楽しむポイントがそれぞれ、人それぞれなんで、
いいと思いますよね、楽しみ方を知ってるからね。頑張ってください佐藤さんね。難しい図案描き僕ももしするようになったらその気持ちが分かるのかな。そう、天守は描かないですもんね、図案はね。描かないね。だから天守みたいな図案描くのとかはまあそこまでっていう人も中にはいると思うんですよね。だから言ってしまうとこう反対に図案描くのが楽しくて刺すのは正直ちょっと苦手っていう方もいると思うんですよね。でもやっぱみんな刺すとこから始まるからどうかな、まあ、もしかすると僕は図案描く方が楽しいってなるかもしれないし、パソコンとか使ってやろうと思ってるからね。だからまあ楽しみ方を見つけてみてください。あとはもう一個いただいて、あとは大橋さん。大橋さんはこの間の小銀座市教えてくださいって言ってくださった方で、あの説明してくれてたんですよ、店主が、うん、あれに対してありがとうございますと言ってました、大橋さん。でお店行きますって言ってました。ああそうなんです。いや僕もああおおって思って、おおそうなんですねって思ったんですよ。もうね、大橋さんなんかそういうちょっとこっちがびっくりすることをねよくポンポンって言ってくれるってくださるんで、宮崎の方なのかもしれないですね、もしかするとね。まあ、宮崎なんでしょうね、わかんないけど、もう県外の方かもしれないですし。なんかお店行きますって言ってますよ先週。だから今朝返信したんですけど、一応店主に声かけてみてくださいって、ちょっと店主が人見知りしたらすいませんっていうふうには書きました。しますからね店主もね、しますよね店主。あれしないんですかね、人見知りするでしょちょっとね。これね、店主がね商売してるんですけどね、人見知りするっていうねウィークポイントがあるんですよね。まあそれがいい人の中にはね、あんまりこうズカズカとこう入ってこないっていう感じでいいっていう方もいるけど、まあ、でも大橋さんは大橋ですってえっていきなり言われたらびっくりするかもしれないけど、もしかするともうお目の手のことをご存知で来られてる方かもしれないですよ。やっぱほらお名前まではお客様で聞かないこともあるのでね。で僕も一応大橋さんって言ってますけど、そのコメントの名前がこうやっぱうさっこさんとか佐藤さんみたいな書かれてて、そこに大橋さんってあるんで呼んでるので、もしかすると別の名前かもしれないですし、ね、アカウント名なんであれば。これ大橋さん来ます、いつかは分かんないですけど、まあ、小銀座市の話になった時には、うん、あ、もしかして大橋さんですかっていうそういう会話がね生まれるじゃないですか。まあ、そういうきっかけにもなってくれると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございますね、コメントください。テンションもいいですよ、もうなんか。ああ、テンションなんかもうなんか疲れてるんでしょ、忙しいんですかね、テンションなんかね、ふわーってしてるんですよね。なんかこの間もなんか体育座りしてこっちずっとぼーっと見てる。よし、もうすぐ差し終わります。これニートやっぱギリギリだったね、テンションに言ってやろうかな。もうこれ、まあ、この間言ってあーって言ったけども、ほらギリギリだね。まあすごくエコな糸取り、エコな糸取りエコな糸取りっていうことが言っていいの。僕はねでもこれがね縫いづらいんですよ。もう糸が少なくなると縫いづらい。ほらね、こうなるでしょ天使。ほらこの間糸を取るときにあーとかってなんか言ったけども、もうほらギリギリ
はぁーって言って、もうね、僕これが縫いづらいからちょっと長めに取る。難しいんで、これで時間かかるんですよね。あれ、ちょっと真ん中来てないね。難しい。よし、来た。よし、終わったよ。終わって。ちょっと一個お願いしていいですか。はい、ハサミ。あ、ハサミすいません。もうちょっとしたらこれ終わるんでね。ちょっと一回ここまで来たけど、裏を見ておきましょうね。裏をね、ありますよ、たまにね。昨日もちょっとありましたもんね。昨日もちょっとトラブルめいた感じのね。大丈夫ですかね。大丈夫です、ね、よし、大丈夫っぽいね。じゃここ今返し刺しします、ね、返し刺しも慣れてきた。じゃあ返し刺しをしながらいつも、あ、ちょっと待って、あ、ちょっとこれがあるんですよ。だからもうちょっともうね、わかるわかるって思ってくれ。なんかうさこさんがそう言ってたんですよね。初心者の子、わかるわかるがわかりますって。やっぱこうずっと撮ってるから、編集してないっていうか、こういいとこ撮りじゃないじゃないですか。悪いとこばっかりじゃないですか。だからね、あーっていうのがいい。なんかそういうのでこう頑張りますみたいなね。涙が出るね、もうね。ね、やっててよかったってなりますよね。あ、ちょっと待って。大丈夫？何って今心配かけてるのか、何もう心配してくれてんのか。短いからね、本当に刺しづらいんですよ。でこのね、ここはもうちょっと何の話してましたっけ。いつもの話をしてないですよね。さしこちゃんを紹介してくださいからですね。さしこちゃんを紹介してください、お願いしますね。もういいかな。もう何目塗っても塗ったね。いいかな。よし、切ろう。あ、いた、作ってきた。よし、でここで今3周目が終わりますね。チェックインします。あ、ちょっとチェックインするよ。えっ、あ、切れなかった。切れないのかな。チェックインしました。でスタートポイントもチェックインします。これで3周目が終わります。あと残り2周。よし、やっとね。ちょっと頑張ろう。終わった。ほら、もうあとこの後もこの斜めね、こっちとこっち見た感じで分かりますね。ちょっとよし。いやー、何分ですかね。14分。彩りします。これ斜めのラインはちょっと短いから、いつもより短くね、こう四角っていうか、いつもやったらこうちょっと長いけど、これね、行って帰ってこいやから、行って、ああ、そうね、短いよね、斜めのラインの方が。っていうことは今今日45やから、いけんじゃないって話ですよ。もうこことこでおしまいよ。あ、じゃあできるんじゃない。お、テンション上がった。今天使のできそうやろ、うん、だってもう3日ぐらい30分ぐらいやってるもん。え、何どこに行くとする。行くとこっち。だからこれは余裕を取ったんです。これ、こういう切ると、あ、そう、あ、そう、いい、しますよ。そんな点数は使わないです。もう自分でします。もうそのぐらい、
これいいでしょ、このぐらい余裕とっちゃって。この間だからこのぐらいになったから、さっき分かった分かった、時間がなくなる、分かったって こっちが言いたいこっちが言いたいね。えって言うから、またもう分かってるかのようにえって言うから言いました、ね、よし頑張ろう。もう今度そんなやってる場合じゃない、店主とね。そこで掛け合いをするしてる場合じゃない。だから今日45だから、やっぱね頑張ったもんな。3日ぐらい30分でもふーってなったもんな。ふーってなる。よしね、あとはもうゴールに向かって、な、どうしたらいいかな。どっから行こうかな、こっちから、こっから行こうかな、分かんないけども、こっちから行こうかな。ちょっとよいしょ、はい、ね、こっちから行きます。残り2周です。あ、ちょっと真ん中来てない。あとその3段目を何にするかをね、お店で取りたいんだけど、取れるかなと思って、あの子供たちが、子供たちの声が入ってもいいかな名前とか呼ばなければいいかなと思ってもね、お父さんとかなんか言ってきそうよね。おやつ食べさせておけばいい。うーん、何やってんのってなるかもね。まあ、ちょっともう多分明日かな、明日撮るかなって感じだと思うんですよね。ちょっとその時にそこでその場で選ぼうかなと思って、一応頭にこれをって思ってるけど、店主にも相談しつつね。あのこの間話したけど、なんだっけ、方眼ガイドがねあったらと思ったんですけどね。あれはあるけどね、ラリウマじゃなくてオリンパスは入ってきたけどね。オリンパスの何？オリンパスの方眼ガイドっていうのと、方眼ガイド、あ、そんなのがあるの？点々が丸がバーってあるやつがある。あ、それはダルマの方眼ガイド的なこと？うん、ちょっとまあ線のだからまあダルマのやつはバッテンで入ってるけど。ダルマのやつバッテンで入ってるんだっけ？バッテンで十字がバーって。あ、そうなんだっけ？方眼ガイドに点々で入ってるんだ。でオリンパスは点点点点で打ってある、ね、でもいいかもね、オリンパスさんで。今もほらずっとだるまさんをだるまさんだるまさんって言ってるからさ、だるまさんだるまさんってあの絵本みたいになってるけど、だるまさんじゃなくてオリンパスさんを紹介ね、うん、あ、いろいろ色を入れたから、はい、そのあ、色ですね、うん、その点点の方眼のやつも。だから昨日ちょっと話したんですけど、その方眼ガイドのやつは、はい、あ、方眼ガイドのやつはっていうか、そのオリンパスさんの点々のやつは、うん、一回ちょっとその開けて、うん、その点と点の間が何ミリとかをちょっと測って、うん、それを、私が刺している途中のやつがあるからそれで測ればいいか。ああ、それをイラスト、だから買わなくてもいいっていうのはそれだったね。イラストレーターで、同じやつを作って、でこう縫い方とか糸とか変えたらどうなるとか、そういうこう図、佐藤さんじゃないけど図案をこうちょっとこうパソコン上でするのを動画で撮ったらどうかなっていう話をちょっと昨日知ったんですよね。だからそのやつと別で普通に縫うやつとで走らせようっていうか、そのやろうかな、どうかな、動画が見やすいかなって話を昨日したんですよね。見てる方のずっとこれ刺してて、2つぐらいだったらこんなんしないんじゃないかな。ちょっとじゃあ明日お店行くのでそれを撮りたいな。で、ちょっと、別の告知なんですけど、さっきね、この動画を撮る前に、店主のね、さしこちゃんを撮ったんですよね。だ
からそれをねまた明日できないので、さしこがね、またそれをどっかの週末のタイミングで出そうかなと思ってます。ちょっと皆さんにね、皆さんからの応援コメントをお待ちしてます。詳しくはまあ動画を見てもらえるといいかなと思いますね。じゃあ、やっぱこれなんかやっぱ刺し始めて糸が長いから大変、この引っ張るのが大変。何運指引っ張るのが大変って、あとこのやっぱ真ん中やから、このダブ付きというかここをね、これがなんかやっぱちょっと慣れてないんでね、すいませんね、慣れてないから、こうってこうするでしょ。お、差し出したね、いいね、電子差し出したじゃん、うん、さっきまでなんかボーッとしてたから、いや、糸がなかった、あー、糸がなかったのか。アユフィッシュさんの方はお店に持って行っちゃったんだよ、この間までそこの辺あったけどね、持って行ってしまったのよね、あら、買ってくれる、そこの部分だけをなんかカメラで撮っとけばいいんじゃない、あ、そういう問題じゃない、カメラで撮ったやつは見づらい、見づらい、やっぱ本がいい、やっぱ紙がいいですか、そうですね、本はやっぱ紙ですかね、私は紙派です。電子書籍とかじゃなくて、電子書籍で売ってるの、ああいうウィッシュさんはやっぱ紙だよね。でも今の現代のいいかもしれない、図案だからね、あ、そうだね、図案だもんね、うん、でもなんかダウンロードできますとか書いてたよね、ああ、それは図案を印刷、うん、だからってことは別に電子書籍でも問題ないんじゃない、いや、わかんないけど、なんかダウンロードできますみたいなの書いてたなと思って、よし、ちょっと頑張ろう、ここちょっとなんかちょっと一回いけるって思って中だるみするといかんから、ちょっと頑張る、50日いったじゃん、最初70日っていうね話も昨日知ったんすよね、電車が70日って言った、もう10時鼻差しに至ってはもう90日って言われたから、で今日いろいろ話したっけ、あとこう塗ってるのが横田株式会社の尻尾つなぎですね、いつも話してること一応話しておきましょうかね、で糸も、津軽工房社さんのメデルね、もう今言いましたね、メデルを何回言ったことか、これも毎日ですね、メデル130番、まだあります130番、あると思います、全然さしこちゃんの影響力がないですね。これちなみに糸、あの最初の分銅つなぎはだるまの206番、ミントでしたね、ミント、でこれは津軽工房社さんじゃないですか、うん、他になんかメーカーがあるんですか、お店には、オリンパスが、あ、そうかそうか、オリンパスさんの一番太い、太い、ああ太い、ああ糸が太い、あ、そのもうオリンパスさんはこの太さみたいな感じなんですね、そのオリンパスさんの中でも糸の太さが違うとかないんですか、あ、お店にはじゃあそれでってことですね、あとじゃあ他にはメーカーさんはもうまあ多分いっぱいあるんでしょうけどね、使いたいところはあるけど今のとこはかなって感じですね。気になるな、ここちょっと撮ろうかな、気になった、もう昨日もねちょっと一回縫い目が気になって撮ったんですよね、電車は気にしなくていいよって言うだろうなって言いながらね、ちょっと今気になった、やっぱ円、綺麗に円を描きたい、ね、だから昨日も頑張ってたけども途中でなんか変なのが見つけてね、ちょっとやり直したんだよな。
でもやっぱそれも裏面をやっぱ見る癖をつけたからできたことなんで、やっぱ失敗が生きてる、うん、なんかこの間天使すごい針のとあの針に糸を通す仕方すごかったですよ。なんかここなくんやつってくんやつってこうやって通したよね。すごいなと思って、あんな風にして通せるんだと思って、もうそうやって慣れてくるとそうなるんですね。アルマの針は糸通しがセットになってるから、あ、じゃあそのオリンパスさんの糸は太いなら、はい、今このやってるので糸通す大変、太いって大変でしょう。あ、ね、そうね、オリンパスさん用の針があるの？あ、そういうのはないの？あ、オリンパスからの針は出てるけど、うちは置いてない。あ、置いてないね。いや、糸が太いってことは、この太いって言っても、あ、太いって言っても刺し子糸やから。あ、そうなの、小銀糸ほど太くはないよ。あ、小銀糸で太いんだ。太い。あ、そうなんだ。それ大橋さんに言ってあげてくださいよ。大橋さん来たらあ、これ見てるか見てないか。小銀糸太い、小銀はやっぱこう面を埋めていくから太くないと、あ、そうなんだ。柄が模様ができないってことね。ちょっと今思ったけど、大橋さん普通に小銀刺ししてるんじゃないかな教えてくださいって来てるってことはさ、やってて分かんないとこがあるから教えてくださいって来てんじゃない、違うかな。大橋さんいろんな話ができますね。じゃあね、大橋さんとお会いしたらね、店主 ね、よかったですねありがとうございます。はい、もうそう言っていただけると、もうやってる意味、いや本当話さないとこう疑問って思わないじゃないですか。その知らなかったもんね、小銀刺しの糸太いなん、太いんだって。うん、あ、ちょっと飽きてきたね、店主ね。あ、いや、もうこっから先は、あ、いいですよ。あ、そうなんですね、はい、あ、もういいですよ、もう、あ、あ、いいですよ、もう店主は忙しい、また寒いって言ってるもん寒いよ、もう正座してるから、もう変な、もう変なこと言わないで書いて、もう静かに言ってください。はい、店主でした。ありがとうございました。またお待ちしてます。また僕もうちょっと刺すからね。なんか店主のいなくなったと何喋ろうかな。あんなも考えてなかったんですけどね。ちょっとやりますね。でもね、もう27分だから、あともう10分も刺さないですけど ね。なんかね、ちょっと店主はね、今やってる尻尾じゃなかった十字鼻刺しがね、やっぱ本見ないとできないっていうところで止まってるみたいですね。確かにそのこう何かを見ないとできないってなっちゃうと進まないから、そういう意味ではこう何も見ずにできるこういう伝統柄っていうのはいいですよね。何も見ずにというか、こうある程度こうもうアレンジを加えずにもう刺すだけっていう刺し子は、もう本当に生地と針と糸さえあればできるっていうね。ほんとこの3つ、ん、生地と糸と、まあ、ハサミがいりますね。ハサミは絶対いるね。そういうシンプルに、そういうそれだけでできるっていう刺し子がいいかもしれないですね。でもまあ楽しみ方は人それぞれなんで、ね、だからどうしようかな、第3弾ね。もう終わりますよ。そろそろ刺し子ちゃんもね。お、いいかなこれで。よいしょ。まあ本当はね、いろんな柄をね刺したい、いろんな柄を刺したいというか、そのなんていうの、伝統、まあ初心者なら初心者らしく伝統柄を一通り刺してみてっていう風に。
あれなんか全然違うとこにしてた。っていうのが、まあ、こう、定番かなって思うんですけどね。ちょっとやっぱこう、なんかちょっと思ったとこに出てないな。なんかやっぱちょっとね、伝統柄ももちろん大事なんですけどね、ちょっと背伸びしたい感じはあるんですよね。いいかな、なんか変なとこに来た気がしたけど、まあ、いいか、ちょっと。あ、もう分かんなくなっちゃう。もう本当に分かんなくなっちゃう。裏返したりすると、どこを指してるのかが分かんなくなりますよね。で、真ん中来てないですよね。もうだから3段目ってもうこの、まあこの尻尾つなぎが終わる、まあ、50日で終わるとするじゃないですか。でも運動つなぎも58日目とかでかかったから、もう100日ぐらいは刺してるんですよ。すごいすごいね。まあ15分とかぐらいだけどね。1年間6月ぐらいからやってるから、1年間ぐらいまでは初心者って言えるけども、1年経ったら初心者って言えないよね。それも考えてたんですよね。初心者1年後やってるかな、やってると思うんだけど、まあ、やらなきゃいけないとも思ってるんだけど、1年後はもう初心者からの卒業、初心者からの卒業ですよね。もういつまでも初心者とはね、言えないね。あー、ここが今痛くなった。あー、痛かった今。ほら見える。あー、だからあれするんだ、これね、あの手にはめるんだ。今痛かった。あー、ほらちょっと血が出た。ああ、そういうことね。ここに今じゃ手のやつはめるんだね。痛かったもん、今。これ多分刺し子の傷だよな。このここ、なんかで切ったっけ。痛かった。ねえ、あれだから指抜き的な、さっきさんが言ったシンブルってこういう時に使うのかな。ねえ、ほら、これ刺すもん、ここ、こうやって。痛かったわ、今。ねえ。見つけましたね、こういう初心者からの卒業って歌ってる場合じゃない。もう、やっぱやっていくとこう傷が出てきるんですね。やってきた証拠ですね。ここほら、ここ持つでしょ。ここ持ったここほら、ちょうどここにね、ここちょっと赤いでしょ、見える指のアップを見せつけるっていう、どんなチャンネルだっていうね。痛かったわ。ちょっとそれ店主に相談してみよう。あ、もう売ってないな、お店に売ってんのかな。なければもうどっかその辺の100均になるって。そうだよな、100均とかで買うしかないよな。また今度店主がいる時に相談ですね。こういうなんかね、ちょっとしたトピックはね、こう次回の店主がいる時の話題としてね、温めとくんですよ温めとくっていうのも変ですけどね、店主とのね、もうそういう話をしてもねあれですけど、店主とのやり取りのネタとしてね、温めとくんです。忘れるかもしれないけどね。痛かったな、でもさっきの本当に。よし、ちょっと頑張ろう。今日で45終わるかな。ちょっと本当に終わるのかな。
ができないので、ちょっともうちょっとしますね。あともうちょいでやめますね。あれ、なんか全然違うところに出た。なんか違うところに出る。なんか調子良かったんですけどね。なんかポンってさせたらポンって思ったところに、なんか違う。あれー、どうして、どこっちかな。うん、ここね。そうそう。一つの流れを抜く。こう来て、こう来て。最近でも長く撮ってるけどね、動画のアップがちょっと早くできるようになったんですよね。ちょっとコツをっていうか、Wi-Fi のつなげる回線、ここいくつか回線あれしてるんですけど、ここで繋いだ方が早いなとかちょっと分かってきて、前もね30分とぐらい撮ったらね、まあ視聴するっていうのもあるけどね、時間かかってたんですよね、アップするのに、ね、まあでも昨日遅かったか。天気がいいです。もう宮崎はちょっと布団干したいぐらいの天気ですね。よし、足がしびれてきた。もうこのぐらいになると足がしびれてくる。疲れてきたな。終わるか、最後に見せて終わるか。もう疲れた朝からお仕事前に疲れて。よし、ちょっと見て。これ45でここまで塗った。46、47、ね、でこっち48、49、50、いけるかな。やっぱギリギリっぽいね。やっぱね、ギリギリぐらいやね。いや、よし、おしまい。長くなった。今日も長くなった。すいません。長くお付き合いくださりありがとうございます。よし。はい、じゃあ今日もご視聴いただきありがとうございました。